新番組での平野翔と渡辺直美の科学反応とは、ファンの期待が高まる理由。平野翔と渡辺直美の共演が決まったニュースが流れた。ファンたちはこの夢のようなコラボレーションに興奮を隠せず、インターネット上での反応は瞬く間に拡散された。二人の共演が実現するまでの道のりと、その背景にある人間ドラマは、多くの人々に感動と期待を与えた。 平野翔は若手俳優としてだけでなく、その謙虚な人柄と努力家としても広く知られている。彼の出演する番組はいつも高い視聴率を誇り、その多忙なスケジュールの中でもファンに対する感謝の気持ちを忘れない姿勢は、多くの人々の心を打つ。今回の MC 役に挑戦することも、自分自身をさらに高めるための一つの挑戦だった。一方、 渡辺直美はその明るいキャラクターとユーモアセンスで国内外で絶大な人気を誇るエンターテイナーである彼女の出演する番組は老若男女問わず楽しめる内容が多く視聴者を笑顔にする力を持っている直美は以前から平野翔との共演を熱望しておりその夢がついに叶うこととなったこの2人が共演することになったのは新しいエンターテイメント番組の企画であった 番組の内容は多岐にわたりさまざまなジャンルのパフォーマンスを紹介するものである審査員にはダンス界で著名なリエハタや音楽プロデューサーのトラビスなど豪華な顔ぶれが揃っている平野と直美はこの番組の MC を務めることで視聴者に新しいエンターテインメントの魅力を伝える役割を担うこととなった7月23日に予定されていた収録日が近づくにつれ ファンたちの期待はますます高まった。平野と直美の共演を楽しみにする声が SNS 上にあふれ、その期待感は番組のプロモーションにも大きな影響を与えた。特に平野章に対する期待は大きく、彼がどのように MC を務めるのか、多くの人々が注目していた。収録当日、スタジオには緊張感と興奮が漂っていた。平野と直美はそれぞれの持ち味を生かしながら、 巧みなトークで場を盛り上げた平野の自然体なリアクションとナオミのユーモアが絶妙に絡み合い視聴者を魅了するシーンが次々と生まれた二人の掛け合いはまさにエンターテインメントの真骨頂でありその場に居合わせた人々はその瞬間を目撃する幸運に感謝した番組が放送されるとその反響は凄まじいものだった視聴者からの反応は圧倒的に好意的であり 二人の共演が生み出す化学反応に多くの人々が魅了された。特に印象的だったのは、平野章の新たな一面を見せたことである。彼の MC としてのスキルはもちろん、共演者とのコミュニケーション能力や視聴者を楽しませるための工夫が随所に見られた。一方で、渡辺直美もその独特のキャラクターを存分に発揮し、平野との掛け合いをさらに盛り上げた。彼女のユーモアと温かさは、 視聴者に安心感を与え、番組全体の雰囲気を和やかにした。二人の共演は、まさに視聴者の期待を超えるものであり、その結果、多くの人々がこの番組を楽しむことができた。この成功の背景には、二人のプロフェッショナリズムとお互いへのリスペクトがあった。平野はナオミとの共演を心から楽しみ、彼女の持つエネルギーに刺激を受けた。一方、ナオミもまた、 平野の真摯な姿勢に感銘を受け、共演することでお互いを高め合うことができたと語っている。今回の共演を通じて、二人は新たなステージに立ったと言える。平野章はその多彩さをさらに証明し、渡辺直美は彼の魅力を引き出すナエムシーとしての役割を果たした。これからも二人の活躍に期待が高まるばかりであり、再び共演する日を待ち望む声も多い。 この共演が実現したことでエンターテインメント業界に新たな風が吹き込まれた視聴者にとっても平野と直美の共演は特別な思い出となり今後も彼らの活躍を応援する気持ちを強くしたそしてこの番組をきっかけに多くの人々がエンターテインメントの新しい可能性に目を向けることとなった平野翔と渡辺直美の共演はただの一度きりのイベントではない これは二人のキャリアにおいて重要な一歩であり、これからも続くであろう新しい挑戦の始まりである。この共演を通じて得た経験と学びを生かし、二人はさらに輝きを増していくだろう。視聴者にとっても、この共演は忘れられないものとなった。二人のパフォーマンスを目の当たりにした人々は、その瞬間を心に刻み、これからも応援し続けることを誓った。そして、 次なる共演の機会を楽しみに待ちながら彼らの新たな挑戦を見守っていくことだろうこの共演が成功したことでエンターテインメント業界においても新たな可能性が広がった二人の持つ魅力と才能が融合することで生まれるシナジー効果は今後も多くの人々に影響を与え続けるだろうそしてその影響力は彼ら自身のキャリアだけでなく エンンターテイメント業界全体にも大きなインパクトを与えることとなる平野翔と渡辺直美の共演はエンターテインメントの未来を切り開く一歩となったこの先も2人の活躍から目が離せないそして彼らがどのような新しい挑戦をしていくのかファンたちの期待はますます高まっていくことだろう最後に今回の共演を通じて感じたことは 多くの人々がエンターテインメントに求めるものはただの楽しさだけではないということだ彼らのパフォーマンスを通じて伝わる感動や共感そして新しい発見が人々の心を豊かにし日常に彩りを添えるこれからも二人の活動を応援し続けその一瞬一瞬を楽しみにしていきたいと思う次に平野翔と渡辺直美が共演する日が来ることを願いながら その日を待ち望むファンたちの声はますます大きくなっていくだろう。彼らの持つ無限の可能性と、これからも続くであろう新たな挑戦に期待しながら、私たちは彼らの活躍を見守り続けていく。そして、エンターテインメントの未来がさらに明るく輝くことを信じて、その一翼を担う彼らを応援し続けていくことだろう。この共演がもたらす影響は計り知れない。 彼らのパフォーマンスを通じて感じた感動や興奮は、多くの人々の心に深く刻まれた。そして、その瞬間が新たなインスピレーションとなり、多くの人々が新しい挑戦を始めるきっかけとなるだろう。これからも平野翔と渡辺直美の活躍に注目し、彼らの新しい一歩を応援していきたいと思う。彼らの共演が終わった後、SNS 上ではその余韻が続いていた。 多くのファンが彼らのパフォーマンスについて語り合い次の共演を期待する声が高まった平野翔と渡辺直美の共演はただの一度きりのイベントではなく長く記憶に残るものでありその影響は今後も続くことが予想されたその後平野翔はさらに多くのプロジェクトに挑戦していった彼のスケジュールはますます忙しくなり新しいドラマや映画音楽活動など 多岐にわたる分野で活躍の場を広げていったしかしどんなに忙しくても彼は常にファンへの感謝の気持ちを忘れず一つ一つの仕事に全力で取り組んでいったその姿勢は多くの人々に感動を与え彼の人気はますます高まっていった渡辺直美もまたさまざまなプロジェクトに参加しそのユーモアと才能で多くの人々を笑顔にし続けた 彼女の活動は国内外に広がり、エンターテイナーとしての地位を確立していった。特に、彼女が出演する番組やイベントは常に高い評価を受け、その影響力は絶大なものであった。彼女の持つポジティブなエネルギーは、多くの人々に希望と勇気を与え続けた。二人の共演がもたらした影響は、エンターテイメント業界全体に広がった。彼らのパフォーマンスは、 多くの人々に新ししい視点を提供しエンターテインメントの可能性を広げた特に若い世代のアーティストたちは彼らの姿勢や努力を見習いより高い目標に向かって挑戦するようになった彼らの共演はエンターテインメント業界の未来を切り開くきっかけとなったのだまた視聴者にとっても彼らの共演は特別な意味を持っていた 多くの人々が彼らのパフォーマンスを通じて感じた感動や喜びは、日常の中での癒しや楽しみとなり、生活に彩りを添えるものとなった。彼らの共演がもたらすポジティブな影響は、多くの人々に新しいエンターテインメントの魅力を伝えるものであり、その価値は計り知れないものであった。